もしかしてまだ本当の自分とか探してる？そういうのマジ無駄でした。学識サロンのまーです。今回は新明 P さんの著書、自分とかないから、この本を紹介していきたいと思います。初っ端からちょっとおかしなことを聞くんですが、本当の自分って何だと思いますか？こうやって質問されたら、あなたは何て答えますかね？ハチクロの竹本くんみたいに自転車で北海道の稚内まで行って自分探しの旅をしてみないと、やっぱり本当の自分ってわかんないですよね。でもですよ、自分探しとか言って海外旅行に行ったり、謎に自己啓発本を読み漁ったりして、謎の虚無感にあなたも立ち向かおうとしていませんか？まあね、これね、中二病を経験した人なら、その経験絶対1回はありますよね。でもその答えって見つからなくて、もうね、もやっとボールを100個くらい放り投げた人も多いと思います。ですが今日、その自分とは何ぞやという答えがこの動画で見つかっちゃうんですよ。もう先にね、答えを言ってしまうんですが、それを見つける方法が東洋哲学。これなんですよ。東洋哲学の何がいいのかというと、どう生きればいいかというテーマがあること。そして答えがね、書いてあるんですよ。よくね、哲学って答えがないと言われてるんですが、東洋哲学はしっかりと答えがあって、本当にね、スッキリするんですよね。もうね、とにかく東洋哲学はあなたが楽になるための哲学だ。そうやって思ってもらっても OK。ということで今回は最強の哲学者を2人紹介していくんですが、この動画で学べるのはこの2つ。1、自分探しの旅はができれば解決する。2、ネガティブな悩みはクソしょうもない考えである。特にね、2つ目に紹介する人物の考え方ができたら、人生マジでイージーモードになりますし、インド界のね、ひろゆきさんが登場しますんで、ぜひね、最後まで見ていってください。それでは今日も楽しく学んでいきましょう。今日の動画、面白いよ。1つ目、自分なんてないという話です。まず東洋哲学を語る上で外せない人物。それがブッダなんですが、知っていますかね？おそらくね、あ、世界史でなんかいたなというくらいの感覚だと思うんですが、このブッダが見つけた無我という考えが人生の悩みに超役立つんですよ。私はね、宗教とか全く興味ないんですが、この考え方はね、誰でも取り入れるべき考え方だと感じて読んでいました。ではまず無我。これをよく理解してもらうために、ブッダの衝撃の人生エピソードで紹介していきます。ブッダはインド人で2500年くらい前の人物なんですが、本当にね、すごい人なんですよ。何がすごいかというと、まず実家がやばいんです。実家、王家、職業、王子、年収、多すぎて不明、頭脳、後の人類史に刻まれるレベル。しかもね、修行中に地元のギャルに逆難されるくらいなので、おそらくめちゃくちゃイケメン。もう全てを手に入れてるという最高の環境にもかかわらず、ブッダはね、虚無感。これに苦しんでいたんですよ。この人生に何の意味があるんだろう？本当の自分って何なんだろう？そうやって本気で考えていたブッダは、ある日出家してホームレスになるんですよ。王子様からホームレスってやばいですよね。私もね、大企業から最終的に YouTuber をしているという変化なんですが、そんな鼻くそレベルですごい変化ですよね。そしてブッダはその自分を見つけるための修行方法として断食を選んだんですが、これを6年間やり続けるんですよ。その結果どうなったのかというと、ブーチブーブーチブー。はい、これです。体の状態やばくないですか？もうね、バキが毒に侵された時以上に骨が浮き出てますからね。でもですね、これだけやってもブッダは本当の自分が全然見つからなかったんです。そんなある日、あることをきっかけにブッダは覚醒するんですよ。それがさっき言った地元ギャルからの逆難。あのイケメン死にそうじゃね？と心配した地元のギャルがお粥を持ってきてくれるんです。普通ね、断食している人にご飯をあげるとかタブーじゃないですか。やっぱギャルってすごいんですよね。そしてブッダはこう言うんです。お粥を食うことで見えるかもしれない新しい景色にかけてみよう。そうしてお粥を食べて瞑想したブッダは、なんと悟りを開いてしまったんです。それが無我。ブッダはね、こう言うんです。自分とはただの妄想。本当はこの世界は全部繋がっている。よく観察すればわかる。こう言ったんです。でもまあちょっとこれだけだとちょっと何言ってるかわかんないですよね。これをわかりやすくするために食べ物で例えてみると、例えば私たちの体は食べ物でできていますよね。あなたがファミチキを食べたとします。すると鳥の体を吸収したということになりますよね。つまり今あなたの筋肉は昔食べた鳥の体なんです。もっと言えば、その鳥は虫とか食べてるし、その虫も草とか食べてるし、その草も水とか太陽の光とかを吸収していますよね。つまり自分の体は食べたもの、自分以外のものからできているんですよ。これね、要は何が言いたいかというと、世界は全部繋がっていて、ちゃんと観察すると、これが自分と言えるものなんて何もないということに気づくということなんです。これがブッダの言う無我なんですよ。そしてですね、この無我の哲学から私たちを苦しめる虚無感の原因が解明できるんですよ。それが自分です。全てが変わっていくこの世界で変わらない自分を作ろうとするから逆に苦しんでしまうんです。例えば目の前に川があったとして、あの川せき止められるんじゃねって思ったとします。その川の端から端に大量の石を並べて石の堤防を作り川を止めようとします。ですが、そんなのすぐ決壊して川はいつも通りどんどん流れていきますよね。このように自分というのは石の堤防みたいなもので変化する川を止めようとするから無駄に苦しくなってしまうんです。私ですね、この内容を読んで思ったことがあって、今ね、30代半ばになってもう白髪がどんどん増えてるんですよ。ただね、若いあの頃のままでいたいって思うから白髪染めしているんです。でもね、これが自分で自分を苦しめている原因の一つなんだなって気づいたんですよね。老いという苦を避けるために若いという自分を無理やり作ってる。その自分こそが苦しみの原因。なんか悲しいですよね。ですからあなたも、もし自分ってなんだろう、こうやって悩んだら、一旦そのまま受け入れてみるということをやってみてください。そしたら楽になることが必ず一つくらいはあるはずです。全部いきなりやるのは絶対に無理なのでやめておきましょう。2つ目、この世はフィクションという話です。次に紹介するのが、リュージュという人物なんですが、知っていますかね？この人もブッダと同じインド人なんですが、現代人で例えると、ひろゆきさんにもそっくりなんですよ。というのも、別名、インドの論破王と言われていて、インド中を論破しまくったんです。実はブッダが死んでから700年後、なぜかブッダの教えがすごい複雑化してしまって、その教えが全部で200巻にまとめられていたんです。もうね、こち亀状態です。そんな中、リュージュはこの700年間の議論をすべてくだらねえ言葉選びと論破して、ブッダの教えを1文字にまとめたんですよ。それが空。この世はすべて空である。こうやって超シンプルに言い換えたんですよね。これ少しわかりやすく言うと、この世はすべてフィクションであるということになるんですが、リュージュはこのフィクションについてこう言ってるんです。この世界は言葉の魔法が生み出した幻なのだ。例えばこの画像を見てほしいんですが、何か持っているただの丸いキャラですよね。ではこの胸のところにある言葉を載せてみます。どうですかね？この瞬間本をめっちゃ読んでて、ようやくめっちゃ上手くて分かりやすい動画を作る最高の人に見えてきますかね？ねえ。冗談はさておき、これが言葉の魔法が生み出す幻なんですよ。この幻が消えると別に何者でもないじゃないですか。これがまさに空なんです。ではこの空の哲学から学べることは何なのか。それは全ての悩みは成立しないということなんです。私たちって自分についてめっちゃ悩むじゃないですか。やっぱり自分は弱い人間なんだとか、やっぱり自分は悪い人間なんだとか、いろいろありますよね。でもね、空の視点から考えてみると、変わらない本質なんて存在しないことに気づいていくんです。例えば、身長で考えてみると分かりやすいんですが、自分が大きいか小さいかなんて、これね、場合によるんです。あなたが2メートルあったとしても、ヒグマよりは小さいですし、あなたが1メートルでも人手よりも大きいんですよ。そもそも大きいも小さいもさっき言ったフィクションなんです。この世界に大きい小さいという変わらない本質を持つものなんて存在していないんですよ。他にも私たちは生活をしていたら、あの人はいい人、あの人は悪い人って判断しがちじゃないですか。これもただのフィクション。いいヒーローになりたいなら必ず悪い人が必要なんです。あの悪者のバイキンマンですらこう言ってますからね。悪者は嫌われる。けど悪者がいないと正義もいないんだよ。いや、バイキンマンかっこよすぎますよね。この話どうでしたでしょうか？ちょっと難しい話だと思いますが、少しだけでも伝わりましたかね？変わらない自分の個性とか性格とかアイデンティティとかそういうものは本来ない。自分は弱いから恋人ができないとか、自分は才能がないから仕事ができないとか、そんなものはクソしょうもない考えだってリュージュは言ってるんですよ。ですから、もし今あなたが何かに悩んでいたとしても、その悩みは成立しない。だから絶対大丈夫。そうやってね、この方法でポジティブに考えてみてください。最初はね、なかなか理解しにくいし、腑に落ちない部分もあるかもしれませんが、この考え方が理解できて、あなたの一つの悩みに適応することができれば、あなたの心はきっと楽になる部分が出てくるはずです。この本には全部で6つの東洋哲学が紹介されているんですが、本当にどれもためになるものばかりですし、なんせね、この本めちゃくちゃ面白いんで、哲学に全く興味がないって人ほど、ぜひね、読んでみてください。説明欄にリンクも貼ってありますので、ぜひね、ポチってみてください。いやー、今回みたいな哲学的な話、私ね、中二病だったんで、めちゃくちゃ好きなんですよね。おそらくあなたも悩みって色々とあって、悩みの解消法とか、色々ね、ネットで調べてると思うんですが、正直私が持ってるのは、解消法なんてどれでもいいんです。全部が全部当てはまるわけじゃないんですから、あなたが実際にやってみて、効果があったものだけを採用していく。人生ってね、それくらいでいいんじゃないかなって思うんですよね。私はですね、自分に合ったなーっていう方法が一つあって、それは悩む時間を先に決めるという方法です。1日30分とか、先にね、もう悩む時間を決めちゃうんですよ。5時から悩むとか8時から悩むとかでも OK です。それでその30分だけ一生懸命悩む。そしてそれ以外の時間を全く悩まないと決めるんですよ。これはね、私自身かなり効果があってポジティブになれたので、他にもね、効果ある人もいると思うんで、ぜひね、やってみてください。ちなみにこの方法は私の憧れ、岡田敏夫さんが動画で言っていた方法なんですが、私にはね、バッチリの方法でした。あと余談なんですが、人って面白いことに悩みをね、自分で生み出すそうなんですよ。これは遺伝的な話なんですが、原始時代に何にも悩みなく生きていると、警戒心もなくなってすぐにね、食われちゃっていたんです。だから人って悩みがないと無理やり悩みを生み出す生存本能があるそうなんですよね。なんかもう自虐の極みですよね。人間ってほんと不思議な生き物。でもなんかそう考えると悩むのバカらしいなって思えて、私はね、少しだけスッキリしました。学識サロンは YouTuber さんのためのオンラインサロンを運営しています。おかげさまで運営3年以上、メンバー300名以上、その他にも登録者5万人以上の運営者は150名以上参加しています。YouTube は本当に難しくて難易度はどんどん上がっています。でも実は YouTube には明確なコツがあるんです。それに気づけないで運営していたら1年経っても登録者1000人達成できないことがリアルに起こってしまうんですよね。そこでこのサロンでは YouTube のノウハウをみんなで学ぶためにこういった9つの特典を用意しています。私からの直接アドバイスももちろん OK ですし、今このサロンに参加した人限定で伸び悩んでいるチャンネルを劇的に改善する裏技7選、これを無料でプレゼント中です。実際2ヶ月で収益化達成できた人、3ヶ月で月20万円稼げた人、さらにその上の金額を稼いでいる人もたくさん生まれています。本当にね、すごいメンバーが揃ってるんですよ。ただ、YouTube は簡単ではありません。本気でやらないと成果は絶対出ませんので、これからね、本気で YouTube 頑張りたい、副業で稼いでみたいという方のみお待ちしております。一緒に YouTube 頑張ってみませんか？さよなら、さよなら、さよなら。